音部記号は西洋音楽の五線寄付法による楽譜に用いられる音楽記号の一種。五線の左端に記し、五線上の位置と音の高さとの関係を指定する。音部記号の名称には、その音部記号自体の名称と、音部記号の置かれた場所による名称とがある。音部記号自体の名称には、遠と記号、ヘオト記号、はお記号がある。 音部記号の置かれた場所による名称には次のものがある。次の楽譜で黒い全音符は中央波音、緑は中央波音のすぐ上の塔と赤は中央波音のすぐ下のヘ音である。これらのうち現在最も一般的に使用されているのはバイオリン記号、パス記号の2種類であり、それぞれ記号自体の名称で塔音記号、辺音記号と呼ばれている。その他あると記号、 テノール記号が補助的に使われている。このうちあると記号は記号自体の名称でハオト記号と呼ばれることも多い。楽譜を印刷する技術が未発達であった時代には、河川をなるべく持ちずに寄付できるように各種音符記号が活用されたが、現在では上記4種以外はあまり用いられない。トート記号を用いたトレブル記号とオット記号は、 中央波音のすぐ上の,トの音の位置を示す音部記号。中央部の渦のような部分の中心が、ト音である。G の文字を図案化したものである。一般的には、高音部を記すために使われるが、低音部でもこの記号を使う場合がある。この場合、トレベル記号の下に小さく、8と書き、中央波のすぐ下の音の音を示すものとすることが多い。ト音記号を5000の 第一線に置く。すべての音部記号の中で最も高い音を示すのに適した記号であるが滅多に使われることはない。バロック時代にはアルトリコーダーを実音で寄付する際、バッハのブランデンブルク競争局の実質送付などにその実例が見られる。トート記号5戦の第二線に置く。今日において一般にトート記号といえばこの記号を指す。 文字通りバイオリンの楽譜に使われる記号であるが、その他にもフルートや女性の声楽など西洋音楽の高音域を記す場合に使われるスタンダードな記号である。また、胃腸楽器のほとんどは低い音域であってもこの記号を用いることが多い。大譜評の2段のうちの一方はこの記号が用いられる。ヘオート記号を用いたバス記号へ、オート記号は 中央波音のすぐ下の辺の音の位置を示す音部記号。二つの点の間がヘ音である。F の文字を図案化したものである。一般的には低音部を記すために使われる。ヘ音記号5五線の第3線に置く。古くバリトンパートを表すのに使われたが、現代ではあまり見られない。ヘ音記号5五線の第4線に置く。古くからバスパートを表すのに使われた。 一般に、ヘ音記号といえば、この記号を指す。現在においては、バイオリン記号の次によく使われる記号で、低音域を記すために使う。また、ドラムセットの寄フや、合唱や重唱における男性のパートを示すのにも、使われる。大譜評の2段のうちの一方に用いられる記号でも、ある。ヘオト記号5000の第5000に置く。すべての音部記号の中で最も低い音を示すのに、 適した記号であるが、滅多に使われることはない。ハオト記号を用いたアルト記号、ハオト記号を用いたテノール記号文上にずれている。ハオト記号は、中央波の音の位置を示す音部記号。二つの C を左右逆にしたような部分の間、すなわち記号の真ん中が、ハオトである。C の文字を図案化したものである。中音域の音を記すのに適している。古典派以前では、 ソプラの、アルト、テノールなどの聖域のためには、ハオト記号を使うのが、聖域のものとされていたが、近代その慣習の大部分は、伝われている。ハオト記号5000の第一線に置く、古典配前の楽譜で、ソプラのパートを示すのに使われるほか、今でも、音楽理論の学習や、スコアリーディングに使われる。バロック時代の鍵盤楽器音楽の楽譜の高音部は、 しばしばこれを用いて書かれる。ハオ記号5000の第2線に置く。古典配膳の楽譜で女性のパートを示すのに使われる。ハオ記号5000の第3線に置く。古くアルトパートを表すのに使われたが、現代では多くはトレブル記号にとって変わられている。しかしオーケストラではビオラやアルトトロンボーンの楽譜は主としてこの記号を用いるほか、 ロシアの作曲家の間にはテナートロンボーンの楽譜もアルト記号で書くという慣習も見られる。イングリッシュホルンやホルンのための楽譜を実音で書く。作曲家がその音域によってはアルト記号を使用することがある。ハオト記号5000の第4000に置く。古くテノールパートを表すのに使われたが、現代ではその多くはアマチュアの吹奏楽スコアのようにバス記号、または 低音用のトレブル記号にとって変わられている。ただし現代の楽譜でも、オーケストラでは、テナートロンボーンの楽譜に主としてこの記号を用いるほか、ファゴットやチェロの高音域を書き表すのに使われている。ワーグナーのオペラのテノールパートの自筆譜はこれで書かれている。ハオト記号5000の第5000に置く。古くバリトンパートを表すのに使われたが、現代ではあまり見られない。 利用環境によっては表示できない場合がある。ありがとうございます。